どうも純一です。ザ・ブロガー第3話いかがでしたでしょうか。まあ、今回はねちょっとストーリーに気合を入れすぎてだいぶ公開するのが時間かかってしまって、まあ、本当にすみません。かなり楽しみにしていただいた方には、待ち遠しかったかと思うんですけども、頑張って今回も書きました。で今回なんですけども、実際に今からブログを作っていくというところで、どんな、サービスを使っていったらいいかというところで、特に、まあ、無料ブログのメリットとデメリットについて今日はお話ししたいなと思います。本編でも一応書いてるんですけども、基本的にメリットとデメリット、まあ、ざっくりこれかなと思います。初心者さんにね今回分かりやすいようにこの無料ブログのメリットとデメリットをお話ししたいなと思うんですけども、一番のメリットはこれですよね。無料で運営できるっていうのはやっぱり大きな、メリットですよね。最初からちょっとやっぱコストがかけられないとか、どうしてもやっぱりその費用が出せないって方はやっぱりもう無料ブログから始めるっていうのが、始められる方も多いかなと思います。はい、なので無料っていうのがやっぱり一番のメリットかなと思います。であとはですねちょっといろいろ書いたんですけど、まあ、ブログのサービスによっては例えばアメブロとかね、そういったものによってはそのアメブロの中で、交流ができる、いろんな人と交流ができる仕組みがあります。なのでもうそこですぐ仲良くなってしまえば、いろんな人とねつながって、ブログも見てもらえるっていう、まあ、そういったメリットもありますね。あとでこれ、まあ、ちょっと初めはアクセスが増えやすいハテナってちょっと書いてるんですけど、まあ、これはね、正直ちょっと分かんないですけど言われてるのはこういう無料ブログのサービスで、始めると若干ね初めの方検索に上がり安いとは言われてます。ただね、僕の個人的な実感なんですけど分かんないですなので初めアクセス増えやすいとか検索に上がりやすいみたいなところを言われてるんですけども、これは正直ハテナです。分かんないと思っててください。はい、で次デメリットです。まあ、僕個人的にはこの無料ブログっていうのはもうおすすめしてないんですけども、一番おすすめできない点っていうのはやっぱり不自由なんですよね。不自由、もう収益化をするためのブログですね。今回の皆さん見ていただいているのはやっぱブログで何か収益化をしたいと思って、このコンテンツを見てくれていると思うんですけども、収益化をする上で無料ブログっていうのはやっぱちょっと不自由なんですよね。不自由、何が不自由かというと、ちょっとこの3番目にも書いてるんですけども、アメブロ、ライブドアブログ、ハテナブログ、FC2 いろんなブログサービスあるんですけど、基本的に全部利用規約ってあります。もちろん利用規約があって、で商業利用、言うたら収益化目的で利用することが制限されているものが結構多いんですよね。ぜひね皆さんブログを始める前、無料ブログってどうしてもやりたいという方は利用規約を初めに必ず読んでやってほしいんですよね。じゃないとこのなんか知らず知らずに自分が書いてたことが利用規約に引っかかってしまって、記事が消されることはねまだね最悪ではないんですよ。その記事だけが消されて他の記事が残るっていうのはまだマシなんですけども、その自分が例えば100記事200記事書いてたそのブログサイト自体が消されることがあるんですよね。利用規約守んなかったからそれは当然なんですけど、知らず知らずにその利用規約を破ってると、もうブログのサービス提供会社からあなたのブログはルール破ってるからもう消しますよっていうのを
あれなんですよ、通告なし、通知なしでバッといきなりやられるんですよね。で、なんか次の日、あ、ブログ書こうかなと思った時に、あなたのブログは、消されてますみたいな感じにしてなって、えってなるんですよね。どういうことってなるんですよ。そこで初めて自分がなんか本当に、ダメなことをやってしまったんだっていうことで気づくっていう人が多いんです。はい、っていうことがあるので、基本的にはそのどこかの会社の、会社にブログを書かせてもらってる、だからその会社のルールに従って、書かないといけないということで、結構本当いろんなことで制限されてるんです。で、記事の中にも書いたんですけども、特にね、まあ、無料ブログの、まあ、ほとんどですね、なんで無料でサービスを提供してくれてるかっていうそのカラコリなんですけど、普通ね、こういうサービスってなかなか会社的には無料で提供できないんですけど、なぜその無料でいろんな人にこのサービスが提供できるかっていうと、広告費が会社に入ってくるんです。そのブログの、サービスを提供している会社、アメブロとかハテナブログとかライブドアとか、そういったところに入っていくんですよね。例えば皆さんのブログがあります。で、記事があります。なんとかのブログ、なんとかのブログって、まあ、タイトルがあって、で、例えばね、ブログってまたいずれね、後々のコンテンツで説明するんですけど、やっぱり収益化するためにこの場所がめっちゃ大事だよ、この場所にいろいろ広告を貼っておくとあなたの収益になりますよっていう、すごい収益化しやすいポイントとかがいくつかあるんですよね。ちょっと赤出にくいんで、こういうとことか、記事の終わりですね、記事の終わりとか、例えばこういう部分とか、まあ、なんか決まった部分が特に読者にクリックされやすいってことで、すごい収益を生みやすいスペースってあるんですよ。でもそこがこういう無料ブログをやってると、その無料ブログを提供する会社側、無料ブログの運営会社の広告が勝手に入れられちゃうんですよ。だから結局あなたがブログで何か収益化をしようと思った時に、ここに何かを置きたいと思っても置けないんですよね。で、これを運営会社のこの勝手に貼ってくる広告を取るためには、結局あれですよ、料金がかかってくるんです。これらを取るためには結局料金がかかってくるんです。ってなると、無料ブログの最大のメリットである無料で運営ができるっていうそのメリットがなくなっちゃうんですよね。ということで、まあ、運営会社のさじ加減で消されることもあるわ、運営会社の、ルールに従って運営しないといけないということで、やっぱりね、ちょっと窮屈な運営をしないといけないっていうのが一番この無料ブログの、デメリットかなと僕は考えてます。まあ、なのでね、個人的には無料ブログで始めるっていうのはあまりおすすめしないんですけども、まあ、強いて言うなら皆さんね、僕アメブロはね、ちょっとやっぱ記事にも書いた通りあまりおすすめしないんです。基本的に商用利用自体、制限されてますし、めっちゃすぐ消されるんですよ、ブログが。なので、もしブログをやるんだったら、いずれお金がかかるブログに移動するという前提でおすすめするのがハテナブログ。僕の中でハテナブログが一番いいのかなと思います。まあ、一番ね、今アクセス集まりやすいブログですし、比較的ね、普通のアフィリエイトとか広告
は自由にやっていいみたいです。もちろんね、なんかあのアフィリエイトによってもあのなんか出会い系のアフィリエイトしちゃダメ ですよみたいな、そういう規約はあるんですけど、普通のね、本の紹介とかね、そういう紹介とかはハテナブログとかもやっていいと思うので、まあハテナブログで始められるといいんじゃないかなと個人的には思います。ただあの今回は、無料ブログについてやったんですけど、次回お金のかかるブログ、僕はもう初めからぜひお金のかかるブログでやってほしいなと思います。多少ね、最初初期投資が必要です。あの一番最初にまあいくらか必要なんですけど、これでやることでね、やっぱりあの皆さんの資産になるブログができていきます。僕のブログ自身も、これでやってますし、今ね結構あの収益を上げている方の多くがこのお金のかかるブログでやられている方が多いので、基本的にはこちらをお勧めします。はい、ということで次回はね、このお金がかかるブログってどんなことなのか、どういうものなのかっていうものを説明していきたいなと思います。はい、ということで、今回は記事のまとめですね。無料ブログのメリット、デメリットで、結局無料ブログは本当はおすすめしませんよっていうお話をしました。じゃあまた次回第4回、これは頑張って早めにまた公開できるようにしますので、ぜひ楽しみにしててください。では今日はこれで終わります。はい、バイバイ。